ども皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もこの小さなウクレレを使いまして、いろんな曲に挑戦してみましょう。2019年第2弾目、やっぱり紅白歌合戦ってガツンときたかっこいい曲やっちゃいます。ミーシャの包み込むようにをやりますよ。やったー、すごかったですよね、あれ。やっぱりね、R&B かっこいい。はい、このちっちゃいウクレレでガズレレ流超簡単バージョンでやってみます。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにした簡単バージョン、後半はかっこいいです、こうファンキーでもうノリノリの16ビートドッチャ満載の、かっこいいバージョンやってみたいと思います。最後までご覧になってください、楽しいですよ。はい、でウクレレでね、自分の大好きな曲、愛してる曲、懐かしい曲、最新ヒット曲、子供に大人気の曲、お年寄りに大人気の曲、もう弾きながら歌う、電源もいらないですよ。いつでもどこでもちっちゃいから持ち運べて、すぐに音楽できる、練習できる。しかもですね、ウクレレ超簡単なんですよ。なので楽器とか音楽諦めていたそこのあなたも、ウクレレだったらできます。はい、ただし奥も深いんでずっと続けられますからね、ぜひ始めてください。ではどうやって始めましょう。今ご覧になっているガズレレ YouTube チャンネルを見ているだけでどんどん弾けるようになります。はい、 YouTube ですからね、いつでもどこでもご飯炊ける間でも洗濯機回してるちょっとの間にも、こうスマホでも見られるわけですから、はい、ぜひやってください。しかもただこれはやった方がいいですよ皆さん。はい、でここにこれからリンクあります。ここのリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、数字の1から一緒に動画を見ていくだけで弾けるようになります。あれ、もう弾けちゃったってすぐなりますからね。じゃあここ行ってらっしゃい、初心者レッスンはここ行ってらっしゃい、クリック、カシ。はい、行ってらっしゃい。そこには私がすでに取りためた650曲以上の、もうそろそろ700曲ぐらいになるんじゃないかな、ありとあらゆるジャンルの曲が、ウクレレ初心者用ウクレレ超簡単レッスン動画ですからね、安心してください。洋楽、ハワイアン、最新 J-POP、夏メロ、アニメソング、もう何もかもありますからね。ぜひ一回見に行ってください。この曲、一個だけコード、事前に、初心者向けのコードをちょっと追加します。この F 星というコードをたまに使うんですけど、これから後半やるかっこいいバージョンで F マイナーってコードを使うんですが、ちょっと難しいんで、ウクレレ始めたばっかの人がちょっと弾けるように簡単アレンジした F 星。これつまり F とコードと C のコード、一緒に押さえるってコードが出てきますんで、びっくりしないでください。F 星ね。押さえ方はだから F、F ってこことここでしょ、こことこ。C はここなんですよ。ここをこう押さえる。薬指でも小指でもいいと思うんですけど、これが F 星ということで出てきますんで、コード表を見てびっくりしないでください。これガズレレ流簡単アレンジコードです。はい。それではやりましょうか。包み込むように。まずは、初心者さん向け、超シンプル簡単バージョンからやってみます。1、2、3、4。雨上がりの道を傘差して歩いた、水鏡に映る幼い子供みたいに、いつからか遠ざけ追いかけ迷い続けるのさ、恋人と呼び合える時間の中で、特別な言葉をいくつ話そう、夢に花羽に風、君には愛を、そして孤独を包み込むように、いつしか大人の恋に臆病になってしまって、出会うたびさよなら来ることを考えて、怖がって逃げ続けてるのさ、
誰も皆満たされぬ時代の中で、特別な出会いがいくつあるだろう。時に晴れ空に青、僕に勇気を、そして命を感じるよ。せーの、ジャカジャン、包み込むようにシンプル簡単バージョンやってみました。いいですね。こう言葉がこうふわふわふわってこうなんか歌がねこう自由にこう踊ってるようなこうファンキーな感じで、4つ弾きでもね歌い方ですごくこうリズムが跳ねたリズムが出せると思うんですけども、やってみましょう。はい。で、いつも言ってるんですけど、ね、動画内の、ね、テロップと一緒に弾くのもいいんですけど、自分で書いてその書いたものを見ながら演奏する、これをおすすめします。その時の参考になるように私のノートを見てもらいたいんですけど、今日はちょっとねごちゃごちゃ書いてあります。基本的なことを言っておきますけども、下に書いてある丸く囲ってやるやつは後半のかっこいいバージョンでやるコードなんで、ちょっとだいぶコード変わってきますね。今のやったのは上の段のこのシンプル簡単バージョンの方ですからね。でここ一応パートごと書いたんで、 1A、1B、サビ、1サビですね。でこれガズレレオリジナルアレンジですんで、ショートカットバージョンになってます。1番全部やって、2番の B メロから2番のサビやってもう終わっちゃったという、ウクレレ練習用簡単バーアレンジバージョンですので、そこのところをご確認ください。はい、じゃあ一時停止で見てください。言葉がねやっぱりいろいろこのくるって、私はこの言葉の上にぐるっと回ってるの早口で言うっていうところとか、この点は拍をイメージしてますんでね。例えばこの1個点があると、ワン、ツー、スリー、フォー、ん、あーめ、あー、一泊開くぞってことで一泊一個点が打ってる。これを参考にして見てください。はい、この辺もいろいろ書いてあるね、これね。はい。いいですか、一時停止。ここで一番終わっちゃうな、ここで一番。ここなんかめちゃくちゃいろいろ書いてある。はい。で、こっから繰り返しのところで、まあ、行く感じですかね。ちょっと細かいな。はい。すごいですね、これ。細かい。まあ、ひとまず解説をどんどん続けて。ね、今やったシンプル簡単バージョンはこれ最初に紹介した F 星入れて、このコードですね。CF、Am、Dm、D7、G7、E7、Em7。これはですね、毎度おなじみ。はい、ドン。ガズレレ必須コードでございます。ガズレレ必須コードというのは8個の簡単コードのグループで、コードというのは本当は星の数ほどあるんですけど、全部覚える必要はないです。まず優先順位をつけて、このガズレレ必須コードの8個のコードを最も最優先で覚えてください。しかもこれね、しんどく覚えてはダメなんですよ。面白く愉快に、笑いながら覚えないといけないですからね。その笑いながら覚える最高の動画を以前私が撮ってあります。ここにリンク貼っておきます。ここでガズレレ必須コード、8個のコードはマスターしてください。なので今日はコードの解説を省きますと。ではでは皆さん、お待ちかねの、ここからかっこいいバージョン入ってきます。まずかっこいいバージョン、コードが追加されます。コード見てください。C メジャー7。これね、アルファベットの大文字はメジャーで、小文字はマイナーですからね。C メジャー7。これは1弦の2フレット。これは簡単だな。ここです。はい。ちょっと砕けたよ。普通の C は、こう、ちょっとこう、おしゃれな感じ。1個ずらすだけで。これ C メジャー7。はい、次、難関コード。ちょっと初心者の人は難しいコード代表。F マイナーです。F マイナーいきます。F マイナーは押さえる場所、ここと、ここと、ここ。この3、こういう感じで押さえるのがいいと思いますが、私の場合はいつも言ってますけど、ここの4弦のここの部分を親指で押さえちゃう。はい、別にこれ親指で押さえろってわけじゃないですよ。これでも全然大丈夫ですよ。私は親指が便利だなと思ってるんですけど、親指押さえられない人はこの手首のこの角度をこう調整すると握り込むようになります。まあ別にこれでもいいんですよ。気にしないでください。はい、じゃあ次。これ今日は結構肝になりますね。たまに出てきます。F メジャー7。これは見てください。3弦4弦の5フレットなんですよ。これ結構ね、その時押さえるのは楽ですけど、歌の中でパッとここの5フレットまで行くの結構タイムラグが難しいと思います。F メジャー7は押さえるとこ、こことここですね。この指がいいです。人差し指開けとくのが結構私はポイントだと思ってます。はい。例えばこの F メジャー7から次、E マイナー7に行ったとしますよね。そういう時に、なんていうのかな、こう、行きやすいんですよ。これちょっとこう結構バタバタする。まあ、とにかくこれで覚えちゃうといいと思いますよ。これでもいいんですけどね。なんとなく忙しい感じがするんです。この分の距離をちょっとこう短く感じさせるために人差し指をこう、例えば G7 だったらさっと来れるみたいなイメージで。はい。はい。これ、F メジャー7。これ対応します。今までの F は全部ほとんどこれに置き換わる。はいよ。そしてリズムなんですけど、まずここに書いてあるんですけど、これをね、
R&B のもう定番のやつで16ビートのシャッフルで、しかもカッティングが入るとなおさらです。ちょっとじゃあ C メジャーセブンでそのリズムやってみましょうか。カタッカパンズカタッカツタスタスカタッカタッカパンズカタッカツパスカスカッツタッカツタスタスカタッ、こういう感じです。これはねまず口で言うのがいいね。ジャンジャッ、手を振りながらジャンジャッカチャッカチャッジャスジャジャッカチャッカチャッじゃんじゃっけじゃ、こんな感じがいいですね。はい、ここがメインのビートになってきます。16ビートのチャ、あるいはあのシャッフルの感じのところですね。一応ここにリンク貼っておきましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろな弾き方という、弾き方というところで、その中で、ね、16ビートのチャっていうところがメインになってますけど、そこよりもこの曲はもう相当シャッフルですから。シャッフルというのは跳ねてる。まあ、とにかく16ビートのチャをマスターしてください。その曲下がってしてね。で、16ビートはまず8ビートができないとできないんで、8ビートから入っていってくださいね。で、まあ、このシャッフルっていうことなんですけど、シャッフルっていうのはこうですよ。パッ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 。これが普通のリズム。シャッフルっていうのは、タッタ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 ってこう、チャッチャチャッチャチャ、ジャンプしてる。跳ねてる。これがシャッフルのリズムってことになります。これをだから16ビートでやると、さっきも言ったように、ジャンジャッカタッカチャッタスタカッタカッタカッチャッカ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 。これがシャッフル。これがキーポイントになります。さあ、どんどん行きましょう。ですね。まずあのコードがいろいろ変わってますっていうのはさっき言ったんですけど、このワンブロックに4つコードが出てくるっていうところが、結構忙しいようなところがまあありますということと、あとサビに行く前のところちょっとねポイントになるところがあります。どこだっけな、ここだ、迷い続けるのさ、ここのところの、ここにね FFG7E7 のこの G7 と E7 のこの間に一回止まりが入るんですよ。で、ここの E7 は決めって書いてあるんですけど、これちょっとガズレる独自の解釈です。ちょっとここの並びやってみようと思いますね。遠ざけ、追いかけ、迷い続けるのさ、バーン、ずっただ、ずっただ、ずっただ、恋人と、わかった?ここ、迷って、遠ざけ、次ね、迷え、G7 で止めて、バーンって E7 で伸ばします。ここ決めです。E7 も押さえても、チャッパーパ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 、恋人。はい。この、チャッタンダ、チャッタンダ、チャ、これが決めになります。いいですか?もう一回やろうか。チャッパーパ、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 恋人。はい。ここ。2回出てきますからね。2回サビが出てきますんで。はい。その感じかな。うん。そして、サビの後半のところなんですけど、ちょっと聞いててくださいね。それに跳ねだねねねね、君には相棒。ここ。そして、孤独を。じゃんじゃんじゃんです。Dマイナーから、1回、Dマイナー、Eマイナー7、Fマイナー。ダンダンダン。この3つがこの、ダンダンダンといく感じです。Dマイナー、Eマイナー7、Fマイナーで伸ばす。ここちょっと表記やる。ちょっともう一回やってみるか。そして孤独を、ダンダンダン、包み、こんな感じでいきます。ちょっとやったら細かい切れもありますけれども。まあやってみましょう。で、いつも言ってるんですけど、この通りにやらなきゃダメってわけじゃないですけど、これをやれたらまあすごくいいと思うんですけど、だからさっきやったシンプル簡単バージョンのこのバージョンの間を自分でできるところを取り入れて、自己自分のアレンジで考えていってやってみてくださいね。じゃあ、やってみましょうか。はい、包み込むようにミーシャ、かっこいいバージョンやってみる。 1,2,3 雨上がりの道を傘差して歩いた、水鏡に赤青くない
孤独を包み込むように いつしか大人の恋に臆病になってしまって出会うたびさよなら考えて怖がって逃げ続けてるのさ誰も皆満たされぬ時代の中で特別な時代がいくつあるだろう時に晴れ空に青僕に勇気をそして命を包み込むようにかっこいいバージョンやってみました。あー気持ちがいいですね。このグルーヴにこの全てをこう委ねる感じがね。皆さんこの感じをこう使って、まずですねこの小手先のテクニックっていうよりこの僕の体みたいにこう全体で持っていくんですよね。だからこうこういうなんかグーこうはい感じ取ってください。この、まあ、音楽っていうのはこうできたできないじゃなくてこの表現力ですから、いやなんかこういうのこうやっぱフィーリングがね、Don't think feel ってやつです、あの有名な、はい、まあ、あのちょっと難しいかもしれません。これねやっぱりあのできると気持ちがいいんで、いずれはねこういうのができるように、あのいろんないい音楽を聴いてこう体をこう体ごと乗っていくと結構ね早道かもしれませんよ。はい、楽しんでいきましょう。ありがとうございました。ではお知らせ、ホームページどうご覧になってくださいませ。ホームページのリンクここに貼っておきます。はい、2019年、いよいよいろんなことが始まりますよ。まず今年第一発、まずこの CD をねまず出してる、これガズさんの CD なんですけど、2枚組で1枚は作品としての CD、 もう1枚はその作品としての CD が弾けるようになるレッスン用 CD、 これが深いですよ、これ面白いです。 CD に関する情報すべてここにリンク貼っておきます。この CD、ぜひゲットしてください。急遽変えるんですけど、覚えてもらってどうするか、イベントで一緒に歌いましょう、練習しておいてください。でさっきの CD のところに、全部無料公開で、音源全公開でレッスン動画も上がってますから、はい、どこで目標どこに定める、9月1日に2019年9月1日の日比谷野音でガズレレ、ここに向けてます。ここでこの急遽できればやりたい。さあそれに向けてイベントどんどんやっていきますよ。1月17日はその先ほどの CD、 ガズの CD レッツゴー最高、タワーレコードインストアイベント、タワーレコード新宿店ですよ、はい、19時から1月17日待ってます。ウクレレ持って皆さん駆けつけてください。仕事帰りお願いします。はい、そのちょっと1月19日今年初の大イベント、ガズレレ大イベントは大阪から始まります。大阪花博、花博記念ホール待ってます。翌日1月20日は名古屋スーパードライ名古屋、すごいですね、はい、この1月19、20はガズレルダボンボリューム5の先行発売です。よろしくお願いします。じゃあどんどんイベントインフォメーションしましょう。最新情報、1月じゃね、2月の16日は広島行きます、初登場。2月の17日は博多、初めての場所、皆さんお一人様でも大歓迎ですよ。お一人様ね全然大丈夫ですね、お仲間もちろん大歓迎、話して一緒にワイワイしましょう。待ってますお願いします。あ、さっきも言ったんですけど9月1日は日比谷の野音、ちょっとスケジュールされてますよろしくお願いします、はい、そんなことで2019年にモリモリやっていきます。皆さんくれるでワイワイやりましょう。音楽は聴くの最高だけどやるのもっと最高、これが最高とかですね。どんどん弾ける方教えてあげてくださいね。さよならバイバイ、よしいけいけ、Let's go 最高、やりたいことやるのがナンバー